じゃん。折り紙で何作った？どういうこと？吉田さんがあるものを、ね、折り紙で作って、うん、それが何かを当ててもらいます。なるほどね。自分が作りたいもの何でもいいの？はい。おお、じゃあ余裕だわ。それを当てるのは OK です。 OK。 じゃあこれ何を作るか。はい、いいのかな。はい、正解はこちらもちょっと私の、はい、30秒、OK。 よーい、スタート。折り紙、味があるじゃん。5秒前、4、3、2、1、終了。はい、ではお父さん、オッケー、前に来ていただいて、はい、マネージャーの奥野さん、こちらは何でしょうか？いいですか？はい。時期的に考えて、柿。ブー、クリアならず。いや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 、時期的とかいらないでしょ。いや、秋ですからね。もう一個悩んでたのあるんですよ。うん、いや、トマト好きなんでトマトかなと思ったんですけど、うん、赤じゃないところをあえて選んできたんで柿かなと思ったんですよ。し、赤じゃない？クリアならずです、ね。どう見てもトマトでしょうが。残念でした。柿が秋っていう、私はそこの知識もなかったけどね。